中年オタッキーです。いやー、今年の桜のシーズンちょっとやばいですね。今雨降ってるんですけど、まだこのカメラで2枚撮っただけですね。もうこれで終わっていきそうで、一応ね、今日これ僕のトラックが修理に入ってて、今日代車なんですけどね、予備車で走ってるんですけど、それで機材大半下ろしてしまってるんですけど、一応ね、マミヤの RB67 とかも積んできたんですよ。これ意地というか根性というか。でこれちょっと空振りに追われそうな気配が、ムンムンとしております。まあ今日はね、そんなことはどうでもいいんですけどね、このカメラね、はい、これニコンのね、F801 でね、撮影してきました。ぶっちゃけた話、現像がちょっと今一つなんですけどもね、カメラの能力としてはね、すごくいいものでしたので、紹介していこうと思います。それでは動画スタート。はい、今回紹介するこのニコンのね、F801 なんですけどね、発売がね、1988年の6月でね、定価が104,000円、これボディのみの価格かな、ちょっと情報がね、今一つのやつしかないんでね、これシャッタースピードがね、8000分の1まであるんですね。ファインダー内表示もすごく良いものでしてね、これ今ちょっと電源入れますけどね。以前 F4 紹介しましたけど、ファインダーが光るんですね。非常にね、綺麗なファインダー、ニコンらしいファインダーが入っております。下にね、モード、シャッタースピード、絞り、あと、露出系の数値でね、これ今マニュアルになってますけどね、暗いんでマイナス表示、ビャーってマイナスの表示表示されてます。非常にね、見やすいファインダーを搭載されてますね。で、3.3 コマ連写、秒間 3.3 コマ、プログラムモードが3つもあってね、さらにプログラムモードでシフト可能ということになってます。でね、操作系の方なんですけども、以前っていうか、だいぶ前ですけど、カメラプレゼント兼ねた動画で、ニコン F601 の紹介をしたんですけどね、操作系はね、そちらと同じ、系統になりますね。まあ、F601 よりはね、古い、ちょっと前に出るカメラになるんですけども、ね、シャッタースピードがね、8000分の1までということで、F601 は2000分の1までだったかな。で、F501、ずいぶん古い、AF 初代なんですけど、まあ、4000分の1までということで、この辺はね、シャッター速度の最速の、スペックはちょっと注意して購入しなければなりませんね。で、オートフォーカスはね、これそこそこに速いんですよ。よっ。フォーカスが来ないとシャッターは消えないようになってます。で、フォーカスはそこそこに早いんですけど、動体予測は入ってないようで、88年時点では動体予測ができてなかったりですね。で、動体予測が入るのは、今搭載してますけども、車に積んでますけど、よいしょ!はい、このね、F4 からになるみたいですね。それまでの、ニコンの F カメラは動体予測は入ってないみたいです。で、今回はね、これね、以前よく、名前が上がってますけど、高川様より、提供いただいたカメラね、この F4 もそうなんですけど、本当にありがとうございます。これ随分前にね、いただいた、カメラになるんですけどね、なかなか紹介するタイミングなくて、紹介してなかったんですけどね。で、今回はね、このレンズね、AF ニッコールの3580っていう、これ完全普及レンズ。これ、ハードオフで800円で買ってきたジャンクレンズなんですけど、全然バリ品でした。でね、フィルムはね、オルボのね、UN75 だったかな。ISO320 のフィルムで試写してきました。どんな写りになったのか。まあちょっとここからはね、作例紹介になってまいります。はい、作例なんですけどね、
今回のね、オルボ、UN75、320のフィルムなんですけど、ちょっと加減度だったかなって匂いはします。流暢感出てますけど、まあまあまあの仕上がりになってますね。このレンズね、3580ということなんですけども、今ね、その35、ワイドがテレガの画像出ましたけど、どちらもね、なかなかシャープな、写りになってます。まあ、絞りはね、F8 ぐらいまでだいたい絞ってますけどもね。で、このようにね、ちょっと流暢感がはっきり出ている写真もありまして、まあ、現像時間ちょっと長かったっぽいですね。SPD50%、希釈で20度7分現像していますが、まあ、6分ぐらいでも良かったような気がしますが、まあ、その、オートフォーカスでね、まあ、センターだけでしか合わせれないんですけども、まあ、A フロックができるのでね、このようにね、その、焦点を真ん中から外しても、この写真とかもそうですけど、いい感じに写っておりますね。このカメラなんですけどね、非常にレスポンスがよく撮影することができました。まあ、オートフォーカスがね、その、F501 に比べたら圧倒的に速いっていうことと、あとファインダーがすごく大きくて明るいんですね。 F501 はね、その動画でも言いましたけど、ファインダーがちょっと、ちっちゃくて暗いんですね。まあ、オートフォーカスということを意識して作ったのかなって感じなんですけど、このカメラはね、非常に、ファインダーも大きくて明るいです。で、一番のね、売り、このカメラの一番の売りは何と言っても電池です。開けてみるかな？開けれるかな？単三電池4本で動くんですね。よっ。これはね、F501 も単三電池で動くんですね。で、F601 はリチウム電池になってしまうんですよ。この辺でね、ちょっと、コンセプトが、ニコのコンセプトが変わってきたのかなと思うんですけども、よいしょ。このようにね、この、蓋を外すとも電池ボックスになってまして、電池がそのままね、抜けて出てくるんですね。単三電池4本で動くということで、非常に経済的。リチウム電池はね、どうしても高いしね、で、最近はその、ニッケル水素充電池でね、エネループでしたっけ、そういう充電電池も使えるということでね、リチウム電池のカメラに比べると圧倒的にリーズナブルにことが運ぶんですよね。で、弱点といえばやはり操作系ですね。これは F601 でも、申し上げたんですけどね、これ、電子ダイヤルが1個しかないんですね。で、絞り優先 AE の時は、このレンズの絞り輪を動かすんですね。で、シャッタースピード優先 AE およびプログラム AE の時は、このレンズの絞り輪をね、一番最小絞りまでしてね、ロックピンでロックします。それで、モード選択して撮るっていう形になるんですけど、ちょっとね、この操作系が複雑なのが、このニコンのこの、AF カメラの黎明期の、ものになってますね。この F4、今ちょうどありますけど、F4 はね、操作系としては旧来のものなんですよ。このように。シャッタースピードダイヤル、絞りダイヤル。こっちの方が明快で分かりやすいんですけども、この普及機及び中級機はこの電子ダイヤルになってるんですね。これはなぜこうしたのかはわからないんですけども、まあキャノンも最初は電子ダイヤル1個だったんですね。 EOS650 は1個だったんですけども、レンズに絞り場はないんですよね。で、モードを切り替えることによってその、絞りになったりシャッタースピードになったり、まあ、電子ダイヤがしたわけなんですけども、ニコンの方はこのこちらをね多用するということで、だと思うけどな。実はね、絞り優先 AE で撮ってないから分かんなかったりするけど、モード切り替えと、そうだね、やっぱり絞り優先 AE だとこのよいしょ、そのレンズ側の絞りのダイヤルで、絞り値を決定ということですね。
うん、ここが、中途半端といえば中途半端、うん、まああの、この絞り輪をいじる人には慣れてるかもしれないけど、でただその最新のニコンのレンズですね、まあ、絞り輪がありませんから、もう絞り優先 AE はできないということで、シャッター優先 AE だけになってくるんじゃないかな。うん、対応レンズはね、ちょっとね、もし購入される方が見ましたら、各自お調べいただくというのは、もうとにかくニコンのレンズはね、対応レンズを調べるのが非常に大変でね、そこは、お調べいただければと思うんですが、まあ、幸いね、この AF ニッコールシリーズのレンズ、非常に安価です。ニコンってね、レンズがすごい高いんですけどね、この AF ニッコールだけは比較的安いんで、AF ニッコール、まあ、若干ね、その AF が遅いとか言う人もいますけど、これをね、活用するのが一番いい形だと思いますね。まあ、単三電池使用機で、まあ、F90 と F90X も一応単三電池使用機で、まあ、使いやすいといえば使いやすいんですけども、これ中級機ということで、まあ、比較的安価に現在入手できるニコンのカメラ、レンズとしては使いやすいものになっているんじゃないですか。あとね、特筆すべきなのはこれデータバッグですね。これね、データバッグ装備されてたんですよね、いただいた時からね。これね、ニコンはね、2020年問題を関係ありません。00年から99年まで表示ということで、非常に合理的な設計になっております。キャノンとかはね、もう、キャノンもミノルタもそうなんですけど、2020年になった途端にもうね、87年とかに戻っちゃうんですよ。そこはニコンは大丈夫ということでね。ここはね、データバックをね、その、日付を入れたいっていう人とかはね、もうニコンしか選択肢がないっていうぐらいのレベルになってくるかもしれませんね。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じです。まあ、パッとしなかったかな。まあ、一眼レフカメラ、中級機ということで、位置付け的にはね、うん、F4 のサポートで使う人がもしかしたら多かったかもしれないカメラですけども、レスポンスもよくね、ファインダーも綺麗だし、ね、結構電池も安いしということで、快適に、写真が撮れると思います。まあ、相場は安いんですけど、一番気をつけなければならないのは電池の液漏れですね。単三電池使用機はやはりね、すべて電池の液漏れで電源が入らなくなっている可能性が高いということで、ここだけはしっかりチェックした方がいいと思いますね。動作未確認品ジャンクっていうのはね、その辺がものすごい賭けになってくると思いますので、できれば電源 OK ぐらいのやつを購入するのがおすすめかもしれませんね。はい、今日のカメラ紹介はここまで。ここからはね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日はね、キャラブキさんがトップバッターですね。こんばんは、いつも楽しい配信ありがとうございます。今回も2枚投稿させていただきます。1枚目、おしゃれな店内、カメラペンタコン6、6x6 の中盤カメラです。レンズカールツアイスジェネ、バイオメーターかな、 80mmF2.8、フィルムは富士フィルムプロ 160NS。2枚目は電球、カメラソニー α7II、 レンズ SMC タクマ 55mmF1.8 ですね。でおしゃれな店内1枚目の方なんですけど、ものすごくおしゃれな店内なんですが、残念ながらちょっとかなり左に傾斜しておりますね。ここが、まあ、6x6 ファインダーとかがね、見にくいカメラになりますんで難しいところですが、2枚目の方なんですけどね、α7II で、一番手前の電球にバッチリフォーカスが来ておりますね、これね。まあ、レンズがタクマということで、非常にボケが美しいものになっております。光はね、もうこれレンズの電球の光、電球の光のみが頼りになっておりますが、非常にいい雰囲気の写真になっていると思いますね。キャラブキさん、ありがとうございます。次はね、サムライジャパンさんから2枚、やっと入ったままのフィルムの現像を出しましたということで、2点中盤カメラです。日暮れ前の港で、ツアイスイコンタ、520-2、6x9、富士ネガカラープロ 160NS 仕様、2枚目は日没時間、同じくツアイスイコンタ、
520-6x9 で、藤井ネガから 160NS 仕様ですということですね。で、作品なんですけどもね、まあ、6x9 っていうことで、非常に高精細なんですけど、ピント合わせが難しいみたいで、若干ピン山になってますね、1枚目ね。まあ、暗い時間帯っていうこともあるんですけど、で、2枚目の方がね、すごく僕的には好きな写真になっておりまして、まあ、背景のね、玉ボケもね、非常に美しくなっております。まあ、この白馬の時間の写真がね、なかなか上手ですね、侍ジャパンさん。ありがとうございます。で、次がね、1都市9さんから2枚。1枚目が愛車。ニコン D7000 AFS50mmF1.8G。2枚目ネタ切れなので過去写真を送ります。遠い思い出、ニコン FM3A AI ニッコール 180mmF2.8S RDP3 ということですね。で、作品なんですけども、1枚目はね、もうこれは三菱の軽トラのカタログ写真っていうノリですけど、なかなかいいお湯が入ってるんじゃないかな、これ。これはレイズのコピーかな、レイズのコピーかな。ねえ、軽トラは確か貨物用のホイールじゃないと、いけないかもしれませんけど、まあその辺は無視してもいい、車検の時だけ買えばいいんでしょうけど。で、2枚目なんですけど、2枚目がね、これなかなか素晴らしい作品になっております。手前のススキをね、ぼかしてね、爆炎の SL を映し込んでるんですけど、何よりいいのがね、この左側に人がたくさんいてね、写真を撮ってる楽しい雰囲気、車内の方からもね、たくさん人がね、顔を出してる、非常にいい作品になっておりますね、これね。はい、ちとしくさん、ありがとうございます。次がね、新田さんかな。2枚、前回まで、新田太郎で投稿させていただいておりました。スマホ機種変してから SNS の設定がおかしくなってまして、これからもザキさんのチャンネルを楽しみに、寝る前のひとときにしたいと思います。今後ともよろしくお願いします。ということで、1枚目は、これ1枚目が、おごそかな人ときか。XR500、リコーですね。XR リケナン 50mmF2、ポータル160、取って出し。2枚目がね、春到来。桜も開花し、今年の桜は希望の春を期待にしたいと子供たちも同じ気持ちだと感じシャッターをしましたということですね。こちらもリコー XR500、XR リケナン 50mmF2、ポータル160、取って出しということですね。作品なんですけども、1枚目ね、非常に解像度が高い。これ、椿の花になるのかな。ちょっとね、被写体が絞り込んでいなくてね、僕的にはね、このぐらいまでトリミングした方が美味しいと思いますが、どうでしょうか。で、2枚目の方なんですけども、2枚目もね、ちょっとね、その被写体を絞り込めて、ね、光はすごくいいところなんですけど、これもちょっとトリミングした方がいいのか、ちょっと難しくなりますね、2枚目の方はね。うん。なんか、映りは非常に、XR リケの 50mmF2、おそらく富岡のレンズだと思うんですけど、これ逆光でいい感じで映っております。はい、新田さんありがとうございます。1、2、3、4、もう1名、ポンポコさんの作品ですね。作品投稿いたします。タイトルは月光。カメラ、パナソニック LX3 多重録光です。ピント合わせた画像とマイピン画像を重ねて幻想的にしてみましたっていうことですね。で、作品なんですけどもね、これがなかなか面白い。うん、これ、その真ん中にね、青い光がボンって入ってるんですけどもね、こう不思議な感じのね、作品になってます。これ、桜なんでしょうけどね、ぼやーんとした光の、面白い感じの作品、多重録光だと、まあ、こんな感じになるんですけど、色も面白い色で出ておりますね。はい、ポンポコさんありがとうございます。で、タイトル画面なんですけど、今回非常に迷いました。キャラブキさんの2枚目、サムライジャパンさんの2枚目、1都市9さんの2枚目、この3名からね、非常に迷いましたが、
千歳九さんのこの2枚目遠い思い出を次回からね作品投稿のコーナーのタイトル画面にしようと思います。これなかなかね、楽しい写真に仕上がっておりますのでそこが決め手となりました。はい、作品投稿のコーナーここまで、ここからはね俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー今日2名いきますよ。最初はね、たくみさんですね。おたきさんこんばんは。今回もジャンクでうちに来た俺のカメラ、ライカ 3C です。うちに来てからは 4SB とほぼ同様の自家整備、シャッター膜交換、ファインダー清掃、注油、膜速調整等をしまして、メッキ剥げがひどかったので黒のリペイントを施しました。ペイントは苦労しましたが、黒のバルナックはとてもかっこよく満足しています。写真は1枚目初のモノクロ自家現像、コダック 400TX プラスミクロファイン、ニコンニュー FM2 プラス AI50mmF1.4 で撮影です。2枚目はソニー α7-3、23105F4 で撮ってます。お忙しいと思いますが動く、動画楽しみしてます。くれぐれも体にお気をつけてってことですね。これバルナックライカをね自分で整備、まあ自分で整備をしやすい、比較的しやすいカメラになるとは思いますが、ライカをね自分で分解するというのは結構勇気がいると思いますね。これキヤノンとの比較の写真が非常に面白くなってますね。で2枚目の方ねブラックにペイントしてライカの文字を黄色く、墨入れしてますけど、これ非常に、かっこいいカメラになってますね。羨ましいところです。で、もう一名いきますね。今日の、カメラ、俺のカメラのコーナー。サムライジャパンさん、俺のカメラに投稿いたします。見ての通り、ペンタックス SP でございます。中古で買って20年、未だシャッターも壊れず、露出系だけがいってしまいましたが、他は元気ですということで。僕もね、露出系がいってるね、SP2 台持ってますけど、まあもともと全面平均なんでそんなに当てにならない露出系なんで、まあなくてもいいかって感じなんですけどね。これついてるのはこれ SMC タクマの 55F1.8 かな。で、横に並んでるのがスーパータクマですね。まあどちらもね、良い写りするんですけども、カラーで撮るんだったら SMC になってくるのかな。まあまあ、スーパーマルチコーデットっていうことですね。でね、今回のね、俺のカメラの匠さんのね、この1枚目のね、ライカとキャノンの 4SB が並んでる写真、こちらをね、タイトル画面にさせていただこうと思います。投稿ありがとうございます。ここからはね、やったやっちまったコーナーになってます。はい、やったやっちまったコーナー、今日のねやったやっちまったコーナー、夢旅人さんのやったですね。中年おたきさん、いつも動画アップありがとうございます。久しぶりにやったコーナーへ投稿です。母親の買い物の付き添いの帰り道、ちょっと時間ができたのでワンダーレックスへ寄ってみました。ジャンクコーナーを見ると京セラ 210AF がレンズ付きで置いてありました。軽く外観を見て大きな当たりも傷もなく動くと判断してレジへ。自宅に持って帰り電池を入れて電源を入れても動かないのでやっちまったかなと思って、もう一度電池を抜いてスイッチを入れたら通電 OK となりました。あ、今回あえて値札を付けたままアップします。レンズキャップとストラップも京セラですということですね。これ980円で京セラのストラップ、ちょっと痛みはありますがレアですね。でね、何よりねこのレンズなんですけどね、京セラ AF3570。これはどうやら富岡のスタッフが作っているんじゃないかというね、噂のレンズで。まあ私もね、試写して動画にしましたけど、非常にね、解像度の高いレンズになっております。夢旅人さん、存分にお楽しみください。カメラの方のレスポンスはいまいちかもしれないですけどね。はい、今日のね、やった、やっちまったのコーナーはここまで。突然ですがね、新コーナー。教えてオタッキーさんのコーナーに行きます。はい、
教えておタッキーさんのコーナー、突然の新コーナーなんですけど、ちょっと提案がありまして、これのりさんの提案ですね。今回、質問ツイッターにしようかと迷ったんですが、おタッキーさんに直接質問ぶつけてみようと思って写真を送ります。北村のジャンクコーナーから MD レンズを救出してきたんですが、1、レンズ筐体についたこの白い点々何ですか？2、これ手にしたらどう対処してますか？3、このまま使って大丈夫ですか？てな具合でどうですかっていうね、投稿が来たんですけど、この、まあ、レンズなんですけど、2本ともね、これね、これ多分カビでしょうね。僕もね、なんかチラッと見たことはありますが、もう随分昔に見ましたね、これね。もう何十年も前に見た感じですけど、まあ僕だったらこのまま使いません。使わない方がいいと思います。このね、幸いね、これネジ3本外したらこの黒い部分取れると思いますね。どちらのレンズもね。で、これを外しまして、で、磨いてね、ペーパーとかでこの白いのを落として、で、再塗装してつけた方がいいと思います。黒の艶消しでね、なぜかっていうと、これ白ですから、やっぱ内面反射とかのね、影響を受けることになると思いますね。まあ、コパ落ちの逆バージョンみたいな感じですかね。コパ落ちじゃないよね。これ乗っかってますよね、明らかにね。で、他にもね、そのカビが生きてる可能性がありますんで、もしかしたらその他のレンズとかにも、カメラボディとかにも、カビが映っちゃう可能性もありますので、僕だったら落として再塗装しますかね。うん、ちょっと出会ってみないとわからないですけど、でも MD レンズがこの状態で売ってて、安く売ってたら確実に僕も買いますね。MD レンズ、希少ですからね。まあこんな感じでね、突然新コーナー始まってしまいましたが、一応ね、投稿を募集します。で、中年オタッキー2の方にね、教えてオタッキーさんのコーナーを投稿していただければと思いますが、果たして投稿来るのかな。まあ一応ね、やっちゃったんで始めてみようと思います。はい、今日の動画はこんな感じになります。最近ちょっとね、緊急事態宣言が解除になってね、乗用車がドーンって出てきてね、あちこちも渋滞がすごいんですね。でもう結構疲れてて切れ味がなくなっておりますが、まあなんとかね、頑張って動画作っていこうと思ってます。で、次回の動画なんですけどね、もうね、車乗り換えたりしてね、ちょっと今ネタが滞っております。撮影が滞っておるんで、次回は、このカメラの紹介になっていくと思います。これね、ミノルタのアルファ50、違う、ミノルタじゃない、ソニーのアルファ55っていうね、高川様から提供いただいたカメラになります。レンズはちょっと壊れてしまったんでね、ミノルタの2485のね、レンズをつけておりますが、壊れる前に撮った作例もありますので、多分ね、その写りとかを紹介していけると思います。結構ね、結構いい感じです、この方。画素数はそんなに多くないんでしょうけど、まあ、画素数はあんま関係ないですからね、というね。チャンネル登録の方なんですけどもね、最近キレが悪いかなんかわかんないですけど、滞っておりまして、4000名を直前にね、足踏みになっておりますんで、まだチャンネル登録してない方、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。4000名到達するとちょっとイベントが発生しますんでね、ね、なんかまだかまだかと思ってるんですけどね。でね、高評価、コメントの方、どしどしお願いします。コメントの方ね、ついこの間、全部返したんですけど、またドドンと増えて、滞留しておることになっておりますが、頑張って全部返そうと思ってますんでね、コメントの方よろしく。で、高評価の方もポチッと押すだけなんでね、今すぐポチッと押してもらえればと思います。はい、今日の動画はこんな感じです。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画で、お会いいたしましょう。それでは、ごきげんよう。さよなら。